お、なかなかのアクティビティ。ゆっくりか、ね、人気みたいにスクワットで100キロ持ち上げられるわけじゃないからね。って言っても人気も一発だけですよ、100キロなんてね。一発だけです。一発だけなら誤射かもしれない。いや、天下の朝日新聞が言ってたんですよ。北朝鮮が日本に向かってミサイルを放した、ね、撃ち出した。でも一発だけなら誤射かもしれない。そんなにギャーギャー言うなよって。お、またアクティビティです。うん、これ秋良かったね。うん、どう踏ん張れる？うん、止まって。よいしょ。はい。すごくゴツゴツしてるね。うん、運動機の私。安全な道。うん、安全な道行こう、安全な道。うん、ちなみに新吉はね、取れ高のために杖もなしで、あ、一番きついとこ歩いてみます。うん、雪がね、白いの、しかはーってやると、うんうん、次はどんなアクティビティがあるのか、ドキドキワクワク。結構な段差だからね。大丈夫？大丈夫、大丈夫、大丈夫、ありがとう。大丈夫？大丈夫です。うん。やっぱりこういう経験者がね、先導してくれると我々も心強いですね。そうだね。うん。実は新吉のお母さんお茶もやってましてね、山頂で立てるお茶は最高だということで。ちょっとやろうか。さっき言ってもらおう。寄れる？うん、すいません。ついにしがみついて。でも、70歩でこういうところ楽々登れるんだったら、大したもんだよ。じゃあ、毎年最低1回は、帰って食べに行くか。そうね。やっぱりそういう基準があるとね、うん、これぐらいのね、高尾山ぐらいの運動量だったら、年取ってもそれこそ毎年タイムを更新することはできるわけだから、うん、ね、結構取られる、うん、うん、2ヶ月に1回ぐらいならね、うん。うん、そうね、うん、必ずね、誰かしら登っているから、うん、冬の富士山じゃないから、うん、いや、また鍛えれば行けるよ。どんな山かは知らんけど。どんだけきついかは知らんけど、登ったことないですね。うん、うん、うん、バスで上がってないのよ。
人吉のお母さん、実はね富士登山経験者でございます。え、二人吉のお母さん富士登山経験者、65歳の時か。ああ、でそこからわずか数年で、15分も歩けない体にまで落ち、体力が落ちるというね。でそこから今なんとか高尾をね、楽々登れる、足引きずってっていう感じではなくてね、まあ軽くいい運動だなぐらいで登れてるんで、まあ、かなりの回復力なんじゃないでしょうか。たった数ヶ月でね、失った筋肉を取り戻す方が簡単ですから、今ある筋肉よりも増やすというよりはね。しかんかん登っていこう。これでこっちが、稲荷山、こっちが6号ということで、よし、足を濡らしながら行くぜ。よいしょよいしょ、登れるかい。街中でね、よくアスファルトに埋まってるのは見るけど、何かが埋まってる、かもしれないね。大丈夫？セロコさん足、大丈夫だよ。まあ濡れたって言っても替えの靴下がないからね、大丈夫だよ。大丈夫、昨日あるんだよ、結構な道ですよこれ。結構な道なんだけど、あら、これどっち行くんだったかねって言うから、ここの中入ってるんですね。そうかな、この人の車が見ないとか言って入ってきてもらえたんだけど、水の上を歩いてるんだね、ここは。そうだね、入ると思わないよね、素人じゃ分からんね、あっちの稲荷山の方行っちゃうね。ここにかろうじて橋みたいなのがかかってるから、歩く場所なんだと思うけど、上がった方がいいと思う。あれがあるから、よいしょ、横さんも上がっちゃえばいいね、こっちでいいって言われ、取れ高の問題です。取れ高の問題です。黒子さんのね、頭のせいでお袋が登るところが遠かったんで、ごめんねだったらせめて黒子さんに登ってほしかったってやつです。大丈夫、大丈夫、お母さん大丈夫、大丈夫、無理のない範囲でね、それこそ濡れてていいよ、濡れないから、気が滑る、よいしょ、後続が後ろから来てる、だから譲るなら譲ってみたい。上がってから開けたところで譲ってあげよう、ここも結構厳しいね。いいよ、上がっちゃう。さあ、さっきの水場を越えるとだいぶなだらかな感じの、なんか開けた感じ、だいぶ歩きやすい、普通の道、気持ちいいね、黒子さんは大丈夫ですか、エネルギー切れは。さっきちょっと黒子さん急にエネルギー切れ起こしちゃって、ラムネをバクバクと食べたところですけど、
なかったら我慢せずに早め早めに行ってね。うん、自分でも気づかなかった、うん、動いてると気づかないんだね、意外とね。始まってでさ、始まってなったからびっくりしてね。そうそう、自分で、ね、お刺身の低血糖、エネルギーが切れてしまう、なんか集中して歩いちゃうとね。ちなみにミミキちゃんは電車乗ってる時からお腹ついてる。階段ルート、はい、お、あ、結構な段差だね。意外とあるよ。うん、背がちっこいから。うん、うん、うん、これは本当股関節の可動域が重要になりますね。ね、うん、そりゃ、おう、あ、でも段差が気づくなってんだろう。うん、あ、手すりがついてる、まあ、手すりがついてるだけだいぶ楽なんじゃないの。あ、手前だけなんだね、あるのはね。うん、でも立ち入り禁止の蓋がついてたと。滑落した日でもいいのかな。かもしれないね。すごい。うん。永遠と続いてる。ね。整理されたから。うん。整理されたので、整理されたので、工事中だったからきっとこういうの作る。うん。ね。これで整備してたんだろうね。うん。止まらなくていいよ。うん。うん。その何月に来たかは別にね、立ち止まって考えるほどのことじゃないと思うんだ。永遠と続く階段でございます。足取りの筋肉痛が残った足には応える。賞金がやばい。でも楽しい。息上がるね。頑張って頑張って。頑張って頑張って。階段地獄はまだまだ続く。はい、ね、もう5分ぐらいずっと登り続けているんですが、階段地獄、同じようなね、高さの階段を延々と登り続けるというのもなかなかしんどいものがあります。これは足にくる。もうそろそろ階段地獄も終わりかな。終了。振動。はい、こちらで階段地獄終了ですよ。最後の最後に手すりがあってよかったね。あ、死んだ死んだ。クロさん、階段地獄の感想は。はい、地獄でした。ちなみに、ニニキチバカみたいなこと言っていいですか、うん、走っていったんでしょ。いや、うん、今の階段で火がついたんで、ここから先走っていきたいぐらいの気分なんですけど。またダメだよ、それ。とりあえず止まらずにベンチまで行っちゃいましょうか。うん、ちょっとさすがに階段地獄しんどかったんで、ちょっと休憩しましょう。じゃないと、うん、もうそこ頂上だから。うん、じゃあちょっと小休止。はい、もう頂上は近いそうですよ。
はい、出発してからね、今でだいたい1時間45分ぐらいでしょうか。そうだね。いい感じでございます。はい、2、3分ぐらい休憩しまして、はい、じゃあ改めてまた出発ということで、大丈夫ですか、お母さんは。もう山頂近いらしいんでね。よいしょ、だいぶ人も増えてきた感じがあります。まあ、午前10時ぐらいなんで、まあ、一番人が多い時間帯かもしれないですね。いやでも本当階段をね、ちょっとしんどかった。あのね、前ももに来るんですよ大体した時に。さすがの2日もね、ちょっと息上がりましたね。はい、はい、じゃあ行きましょう。あの階段で強制的に汗かかされるから、ちょっと休憩すると結構冷えるね。そうね、すごいね。今回、登ってきているのが6号路で、琵琶滝とかね、方面で、3.3キロ、90分、90分だそうです、コースタイム。15分オーバーぐらいですか。こっちが山頂方面。ああ、山頂で、山頂近いそうです。まあ、あとは下アスファルトですからね、歩くのも楽ちんですね。なんか知らないけど、ジャガバタが食べたくなった。ジャガリコの？普通にジャガバター、ホクホクのね、ジャガイモのね。そうそうそう、ジャガリコかと思った。ジャガリコパパだってジャガリコ美味しいじゃん。でも最近食べてないよ。食べてない。いや、ジャガリコなんかあれや、ジャガイモの栄養素をほぼほぼ失ってるじゃないですか。ないね、知ってるよ。ヤンクが好きなの、好きでしょ。みんな好きだよ。みんな好き、大好き。ポテちゃんも好きじゃないんだよ。好きじゃないっていうか、なんだろう、食べる習慣がない。なかなかないな。明太子の人はさらにいいな。でも里芋でも代用なるかもよ。いや、なんかエネルギー使ったから、エネルギー補給にジャガバタとか良さそう。まあね。ちなみにね、我々はね、一応お昼ご飯用意してますけど、コンビニの、コンビニで買えるものばっかり用意してまして、特別なものは何もございません。まあ、本当はこういう時ぐらいなんですけどね、カップラーメン食べたりするのは。なんですが、カップラーメンを食べてもですね、感動がないということで、カップラーメンは却下になりました。あの、温かいお湯を持ってきた苦労の割に食べても特に感動しない。1年ぶりに食べたからって感動しないんだよね、あれね。不思議とね。黒子さんもつい先日、あの、インスタントラーメンを久々に食べたらがっかりしたっていう。そう、なんかね、美味しくなかった。あんだけ好きで食べてたの。お、ここトイレ。入る？うん。軽くトイレ休憩しましょう。こういうとこにトイレあるのありがたいですね。そうね。じゃあこっち行けば頂上だ。相談しよう。もうすぐそこの、階段があれば。いや、そんな寒くなくてよかったね。ちょっと冷えるけどね。
5号は下れるってこと？5号は行けるけど4号は無理よってこと？5号なのね。4号で帰るの？帰り？帰り4号がいいかなと思って。4号でも確か。後であれ見てみるけど。ちょっと記憶が定かじゃないけど。ロープウェイのところで終わっちゃうんだよね。1号かなんかに合流するんじゃなかったかな。なるほど。確かね。あ、見てみないと。で。本当上は栄えてるよね。頂上ね。みんなケーブルカーで上がる人がね。でも足取り軽そうね。それそうに疲れはするけど、体に不調が出てる感じはない。はい、というわけで頂上に到着です。疲れた。疲れたね。まあ疲れたけども、そんな嫌な感じはしないですね。そうね。じゃあこちらが高尾山頂でございます。デデーンと、さあ到着いたしました。暑い。暑いね。じゃあこのままねどっかで、ご飯食べたいなと思いますんで、ちょっと場所を探していきましょうか、ね。はい、というわけで、山頂までやってきました。もうなんか音がしたと思うんですけど、なんか私は私でいいでしょ勝手にとか言っていや、こういうもの買ってきました。デーレーンと山頂にはこんなものも売っているということで、はい、じゃあ達成いたしましたんでいただきましょう。いい音だね。よいしょ、いただきます。ああ、うまっ。おいしい。運動した後だからおいしい。で、次のね、おにぎり、おにぎり類を買ってきますので、ちょっといただきたいと思います。じゃあ、ちょっと食べながらですね、お母さんに聞いていこうかと思うんですけれども、どうですか、岡山山登り。あんたら勝手に取るんでしょ、私食べてるからって、ね、今口の中に最高に尖ってる状態ですので、こうトークをしながら取るよっていうことは事前に言ってあるんですけど、あまりにもマイペースすぎるでね、うちの子さんね。いただきます。じゃあいただきます。どうでした今回の山登り。山登り、まあね、前回ほら、そこまで歩けない足で、でも何度か頑張ってちらおちら登ってきたわけじゃないですか。なんか 2,3 日後にまた来たい感じです。え、また登りたい感じ。 2,3 日後に。それ気分の問題でしょ、じゃなくて体の調子とか。分かんない。あのね、さっきね、ベラ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 喋ってたんですよ。私ね、あのね、もうね、あの前回来た時よりもね、全然違うみたいなことをね、ずっとベラベラ喋ってたんですけど、それをね、もう一回話してほしいって言ったら、いやもういいよ、いやもういいよじゃないよって、撮影ですから。で、何ね、歩くの今ちょっと辛くてリハビリしてる人とか、そういう人たちの勇気づけになればと思ってこう動画を回してるつもりなんですけれども、なんかね、もうテレビに出るのみたいな、いやみたいな、テレビじゃないのよ、よく分かってないんですよ、おばあちゃんなんでね。いやでも率直に、例えばさ、あの全然大丈夫。大丈夫。あのまだね、余裕がある。余裕ある、まあね、途中で楽勝なんて言ってたから、あと1時間くらい歩けそう。まあ要するに下りも特に不安なく帰れそう、体力的にね。例えばほら、あの
大きい段差とかあったじゃない、うん、そういうところで例えば踏ん張りとか普通が全くなかったですね。まあまあ要するに普通の段差だなっていう感じで、まあ、意識せずに登れるっていうことは、ね、痛みとか、ね、あの関節の詰まりとかがあると、あこんな、ね、段差越えなきゃいけないのかっていう気分になると思うんですけど、まあ別に普通に乗り越えられたということで、うん、ということでね、これテレビがね、こちら 今動画見られてる皆さんですね、何十代になってもね、鍛えればね改善することできますんで、うん、うん、だからもう何か始めるのにね、あの年は言い訳にできないんでね、うん、いつからでもね、まあ、始められますし、本当トレーニングちょっと辛いですけど、軌道乗ってくれば楽しくなってきますから、うん、これ山頂でこういうもの楽しんだっていいわけですからで結果買っているものはね、あの低脂質っていうね。あでも久しぶりにコンビニのおにぎり食べたけど美味しいな。うん、うん、私も久しぶりに買った。うん。食べた。コンビニはやっぱ美味しい、ね。うん。山頂結構寒いからね。うんうん。ニンニクのお母さんお湯持ってきて飲んでますけど。うん。やっぱりね、冷たい空気の中で冷たいもの食べるとちょっと味気ないから、お湯とか持ってってね、うん、いいかもね、うん、本当なんか手回し式の充電器でなんか充電できる電子レンジとかあったらいいんだよね、こんなちっちゃいね、うん、うん、ラーメンできたと思うよ、うん、カップ麺持ってきてね、あ、うん、作るなんていうのもいいんじゃない、うん、だって本格的な人はなんかこんなの持ってきてドッてやってまだね、うん、やって持ってるもんね、うん、こういうところで、うん、今実際リュックに詰めて、うん、あのそういうバーナーとか持ってきたりとか、うんうんうん、でなかったらほら水筒が何個もある人は1個はお味噌汁とかね作って入れて温かくする、うん、いや今言おうと思ったのがね、こういうところ実際リュックに詰めて持ってくるってなると、うん、ね、水筒何本も何リットルも持ってくるってやっぱ重たいじゃないですか。重たいね、うん、いかに軽く済ますかっていうことを考えると、うんうん、やっぱりね、ツイバーナーとか、うんうん、クッカーとかね、うんうん、いや、実はジャンル的にすごく似通ってるなと思うのがあの登山とバイクなんですよ、うん、バイクいかに荷物をちっちゃく軽くするか、あれいかに風を通さない服にするかとか、うん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 、結構ねあのバイクと登山あってね、うん、あの共通性あると思ってるんで、うん、両方趣味にするのいいかもしれないですね。いいね、うんうん、夏はねバイクプラスちょっと登山、うんうん、冬はもう登山みたいなね、うんうん、バイク乗ってね、うん、あでも結構な傾斜だったような気がするんですけど、幼稚園生かなんか遠足来てるんですね。保育園じゃん。うん。でも、本当高尾山はあれですね、うん、あの頂上は栄えてていいですね。本当ね。うん。夏になるとビアガーデンができるぐらいだからね。うん。でも月一来るぐらいだったらちょうどいいかもしれないね。うん、高尾山ぐらいの。そうなんでね。うん。前回は方法の手って感じ。でも、なんだろう、これだけ効果実感すると、また日頃のトレーニングにも身が入るんじゃない、うん、身が入るというか、うん、うん、筋トレって言ったって、そんなにゼーハーゼーハーするような激しい筋トレをやってるわけではないでしょ、うん、で、お家で軽くストレッチ、まあ軽く腹筋とかの、うんうん、運動をやって、で、ね、ついこの間あのスロージョギング、うん、一緒にやってみて、そこからハマって、ね、気がついた時にはちょっと意識して小走りで走ってみるとか、それだけでまた登山できるぐらいまで回復できるんですよ。うん、本当に余裕あるよまだ、うん、もう時間は空いてる、うん、まあだからあの一時期
ね、まあ、任吉の家から駅までだいたい10分ぐらいなんですけど、歩いてその区間バス乗ってましたからね、バス停1個分。任吉のお母さん、うん、本当におばあちゃんになっちゃったと思って、うん、母親が、自分の母親が何歳平凡だか分かんないぐらいおばあちゃんになっちゃったと思ったけど、歩けるようになるって言ったけどまた若返るもんですね、気持ち的にもね。でもちょっとの毎日のちょっとの努力の積み重ねがこういう大きなイベント、うんうん、山登りとかの時にドーンと成果として現れるとまた楽しいね。そうだね、うんうん、まあ、男性にも女性にもいるんだけど、うん、運動習慣ある人とない人じゃ全然せ方が違う、うんうんうん、富岡総合公園という、金沢区にある公園があるんですけど、それをちょっとハードにした程度な感じのお散歩って感じだね。もう、うん、そうね、なんか何だろう、アスリート的なスポーツをやったっていう感じではなくて、うん、うん、お散歩の延長線上に、うん、高尾山高さ約600メートルぐらいの山、うんうん、結構ねゴツゴツしてて足場も悪くて、そうだね、うん、っていうのはお散歩の延長線上にやっぱり来るっていうのは、ね、その程度の感覚でいられるっていうのは幸せなことなのかもしれないですね、うんうん、すごい極端な話すると、お母さんが一番ひどかった時、うちからあのスーパー相鉄路線までさ歩く方がさ今日の高尾山よりきつかったんじゃない。そうね、何回か休まないとね、うん、うちからね、うん、500m ないですよね。 400m ぐらいのところに、うん、相鉄路線っていうスーパーがあるんですけど、そこ行くまでにね一番ひどい時に西のお母さんね3回から4回休憩してたんでね、足痛いちょっとちょっとっつってうん、うん、そんな人がですよ、たった3、4ヶ月、うんうん、軽い筋トレ、うん、うん、あと、可能な限りお外に出て歩く、うん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 、あとまあね、ちょっと整体してもらったりとか、うんうんうん、いうのはありますけど、うん、まあ、でも整形外科に行って電気当ててもらう程度のことですから、うんうん、そこまで大それたことではないですけど、あとはもう自分の意識でちょっとずつ、うん、ね、運動というものに対して意識づけをするだけでね、うん、うん、だってね、高尾山登り切ってねビール煽ってるぐらい元気になるんですか皆さん未来は明るいですよ、うん、美味しい、うん、美味しい、美味しかった、うん。